鹿児島県志布志市志布志町志布志にあるはい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県志布志市志布志町志布志にあるイタリアン食堂ビアマーレさんにお邪魔してます。はい、美味しいパスタを求めてね、志布志町志布志市志布志にやってきました。いいな、志布志町志布志市志布志町志布志。はい、はい、今日ねメニューはこんな感じになります。今日はもうね、このメランザーネとカルボナーラをね一緒に食べていきたいと思います。とってもね楽しみです。はい、パン、フランスパンもね熱々で届きました。ね、サラダも美味しそう、ね、サラダを食べながらね待ちたいと思います。失礼します。メランザーネになります。はい、到着しました。メランザーネになります。ナスとベーコンとチーズのねパスタになります。パスタはね細麺、美味しそう。いただきます。サラダから食べるといけんけど、やっぱりねパスタを食べたい。ちょっとナスを食べよう。ナスがふわっとジューシーやった。熱くて食べれん。はい、カルボナーラの方もね到着しました。とってもね美味しそうです。もう熱々一緒にね食べていきたいと思います。もうちょっとメランザーネを食べてからカルボナーラも食べたいと思います。すごくねベーコンのこの塩気とチーズのコクとトマトのね酸味がねすごいね、すごいコラボ、おいしい。サラダも食べる。こっちのカルボナーラの方も食べたいと思います。すごい美味しそう。美味しい、濃厚で美味しい。メランザーネもねすごくね美味しい。この揚げナスがねすごくね、はい、ごめんなさい、とろっとしとって美味しい。美味しい、パンもね食べていこう。ふわふわパリって、すごいね、もちもち、わ幸せ。つけて食べる。
パンがすっごいもちもちふわふわで、すごいこのソースをねつけて食べて美味しい。ソースをパンで全部絡めて食べたい。とっても美味しいメランザーネでした。いっぱい溶きすぎた。すっごいベーコンがね、ジューシー。ソースがすごく美味しくって、もうパンもすごく美味しくって、ちょっとパンのおかわりをして最後ね、このカルボナーラのソースを堪能したいと思います。パンのね、成果が届きました。めちゃくちゃね、美味しそう。パリパリふわふわ。これを最後ね、スカルペッタで食べたい。おいしい。最高に美味しい。幸せ。もうパンも本当にね、このフランスパンも本当に美味しいし、パスタも美味しかったし、ソースも美味しかったし、本当最高。最高のパン。ごちそうさまでした。とっても美味しいメランザーネとカルボナーラとパンでした。もうね、ほんとフランスパンもね、ふわふわでね、外カリで中もちで、とってもね、ソースをね美味しく食べさせてくれるパンでした。パスタも細麺ですごいね、
美味しかった。ペロってね食べ上げてしまいました。もうソースは本当に最高。もうねこのお値段でこのボリューム本当に嬉しいと思います。ぜひぜひね渋志市渋志に来た際は食べに来てみてください。絶品でした。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram の方もやってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上、ポテリンコでした。とっても美味しかったです。バイバイ。